映画の中で映っていたトンネルはここなんだけど。確かか。任せてよ、都内のドラモならその辺のナビには負けないから。すごいじゃないか。出張の修理もしてるからね。ココは行きたがらないから私が行ってる。だから覚えたのか。そう、だから任せてよ。って、この世界は都内23区しかないけどな。そう、私は世界の道を把握する女なのよ。だけど、それらしいところは見えねえな。下のゾーンへの入り口でしょ。塞がれているのかな。バレちまったんだから当然塞ぐか。ねえヒロト、お父さんには会っているの？一度も会ってない。少なくとも俺の記憶にはない。そう、私何度か見たことがある。映画を見ていて思い出した。うちのバイクショップに来たよ。そうか。ココと話してるの聞いちゃって。ヒロトのお父さん軍に歯向かっているんだって。レジスタンスのリーダーしてるって言ってた。リーダーね。あの映画を見てお父さんに共感するようになった？いや、母さん一人守れねえ奴が何がリーダーだ。ごめん、なんか余計なこと言っちゃったかな。いや、そいつがマミの家に来たってことは行き来してるんだろ。下のゾーンと？ってことは下のゾーンでは戦争が。軍は隠してるが、レジスタンスとドンパチしてるのは多分そこだ。私たちの知らない下の世界では戦争が起きている。どこかに入り口があるはずだ。これからも探していこう。うん、じゃあ私もう少しこの辺回ってみる。気をつけろよ。や、おだじ。ヒロト君か、よく来たね。今日は一人なのかい？ああ、みんなそれぞれできることをやってる。なんか、俺だけあぶれちゃった感じだな。そんなこともあるまい。なんか、連絡入ってない？伝言とか。そう、特には聞いとらんな。ミラちゃんはオーディションで水道橋じゃろ。
いちこちゃんは正宗に買い物を頼まれて秋葉原、はやかちゃんはミラちゃん家で予告編の編集作業中だし、まみちゃんは汐留のバイク屋で仕事中じゃろう。おだち、記憶力すごいな。そうか、正宗やみんなから聞いた話なんで確かめてはおらんがの。みんなのところを回ってみるよ。詰まったらまた来る。はいよ、いつでもおいで。気を。まったくしつこい奴らだな。戦ってやるよ。撃つぞ。本当に撃つからな。どこへ行ってもイブだらけだな。イブはみんなのアイドルか。やかましい。静かにしたらどうだ。頼みたいことがあるんだ。これができるのはここしかいない。ガーランドの修理か、マミにでも頼むんだな。いや、ここじゃないと無理だ。かなりイカれちまってる。それバカ、無茶しよって。じゃあ修理代はあるんだろうな。いや、それが。他を当たりな。
ガーランド直せる凄腕のメカニックなんてここしかいないって。頼む。だろうな。だがそれとこれとは話が別だ。なあ、頼むよ。ふん、次はないと思えよ。まったく、つけとくからな。ありがとう、恩に着るぜ。